なんだ。お待たせしました、皆さん。お疲れ様です。今、参加の、処置をしておりますので、ちょっとお待ちくださいね。全員できたかな、これで。コウジさん以外はちょっとミュートをさせていただきます。コウジさん、まだいらしてないかな？コウジさんは、これかな？はい、聞こえますか？コウジさんですか？はい。こんばんは。待ってくださいね。バーチャル背景がおかしいですね。感謝と出ております。はい。あれ？戻ってないですね。あれ、背景、これでいいかな。あれ、ダメか。どうしてだ。あ、わかった。あ、出ましたね。はい、はい、すいません。ド迫力ですね。ごめんなさい。よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。あと3分ほどありますが、コウジさんいかがですか？そうですね。おかげさまで、今日のために体調を整えてですね、ちょっと緊張で、ドキはしてますけども。元気もりもり。そうですね。おかげさまで。はい。はい。今日お集まりの皆さんも本当にありがとうございます。お盆の、まあ、今日が最後の日になるのかな、大抵のところは。16日までお盆っていうのはあるみたいですけども、まあ最近はああいった日本古来の行事ごともなかなか、ね、できなくなってきましたけどもね、言葉があるだけで。そうですね、まあ、心の中に先祖を敬う気持ちぐらいは持っておきたいなっていうのと、あと今日は終戦といいますかね、玉音放送があった日なんで、一応私たちは終戦記念日というふうに覚えていますけども、そうですね、正確には終戦記念日はもうちょっと後だっていうふうに聞いたこともありますけどもね。ただまあ今日が一つの節目となることで、靖国に参拝される方もいたりとか、それぞれ喪に服するところもあったんじゃないかなと思います。まあ8月はね、平和とか、まあ命とかについて考える機会は皆さん多いんじゃないかなと思います。まあ、お暑い中、あ、いらっしゃった、また。まあ、日本各地、ここ何日かは大雨で、だいぶ災害も出たりとか、私のところでもね、私のところはね、そんなに雨は激しくなかったんですけども、おかげさまで今日は資源回収もなんとかできて、段ボールがちょびっと集まったような感じだったんですけども、ただやっぱり、広島県全域を見ると、ちょっとね、道路が寸断されたりとか、土砂崩れがあって、まあ、家屋が流されたりみたいなのありましたね。そうですね、ニュースで僕も見てたんですけども、やっぱり中国地方、広島でも西の方になるんですかね、はい、の方はかなり水害がね出てるっていうことで、はい、あとこの東海地方もですね、岐阜県の方は土砂崩れで国道がね、橋が落ちたりとか、はいはい、出てるっていう風にニュース番組で、拝見はさせていただいたんですけどもね、はい、今日皆さん本当ご安全に、これからもね、災害は覚えていてもやってきますからね。そうですね、
異常気象っていうのもありますしね。はい、はい、じゃあ時間来ましたんで始めさせていただきます。で改めまして、はい、速稼塾の久保です。今日は浩二さんと一緒にこのズームライブを進めさせていただきます。よろしくお願いします。浩二さん、よろしくお願いいたします。まあ、今日はね、私もずっとやりたかったんですけども、昔テレビ番組でマネーの虎っていうのがありまして。ありましたね。ね、あのテレビを見てるとき私はね、事業者の方で参加したかったんですけども、なかなかそのご縁もなくって、いつかね、誰かのお手伝いができるような大きい男になりたいなというふうに憧れもあったんで、まあ今日は浩二さんと一緒にそれをね疑似体験させていただくのと同時に、でもやることは本気ですからね、浩二さんね。そうですね、うん、気合入ってますんで。はい、気合入ってますね。本当に今日は受けていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。はい、はい、今日は速稼塾マネーの虎というふうにね題しまして、第1回、新しい事業を始める方にみんなで応援していこうよと。そして皆さん今日参加していただいた方、ライブ放送、それから YouTube をご覧の方も明日から出てくると思いますけども、その中で、あ、この浩二さんに、この事業には自分も協力したいな、応援したいなっていう方はね、ぜひね、これ出資をお願いする番組ですから、そんなに莫大な金額ではないですけどね、なんか100万儲かりましたみたいな話にはなりませんけども、でも持てるカードを使うっていうんですけども、手元のカードを使うっていうふうに速稼塾の中で言うんですけども、今できることを一生懸命やればもう一歩前に進めるんだよとか、それから年齢とか経験も大事なんですけども、ぶっちゃけそういうのがなくても今日から始めてもきちんと腹くくってやればね、全てが成就するんだよってことをね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。その第一弾でもうね、私がね、もう大好きな浩二さんがね、もう腹をくくってくださるということで、私もうむちゃくちゃね信頼してますんでね、浩二さんのこと。ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。ただやっぱり事業は事業なんで、これ結果を保証するものでも何でもないです。ただそこに向かって応援する方、出資する方、私ももちろんですけども、浩二さんも、骨身を削ってね、やっていかせていただくっていうのは本当にみんなの挑戦ですから、そこはね本当に信頼していただいてもいいんじゃないかなと思いますね、浩二さんね。そうですね、こうしてね、皆さんの前でね、宣言させていただくっていうことはですね、やはり、それなりの腹をくぐってですね、うん、私もこう挑戦をさせていただきたいというふうにですね、肝に銘じて、行動をね、行っていかなければいけないなというふうに考えております。はい、意気込みはねまた後ほどそういうコーナーもありますので改めていただくとして、はい、それでは式次第といいますか、いつものように始めさせていただきます。はい、はい、お願いいたします。はい、まず浩二さん自己紹介を簡単に、お名前とかご年齢ですとかね、お住まいとか趣味特技みたいなことをお願いします。はい、YouTube 名は西成浩二と言います。本名川原浩二と言いまして、現在56歳です。愛知県の東海市というところに在住しております。名古屋市、近隣都市は名古屋市で、反対側の近隣都市は、知多市で、大府市が隣接しております。あとですね、趣味といいますか、はい、とにかくこういう性格なんで、人を笑顔まではいかないですけど、ね、やっぱり、こう僕の動画にしろ何にしろ見て喜んで、いただけるというのがですね、今趣味のように感じております。YouTube がね、お好きということですかね。そうですね、YouTube も、うん、好きで、友人等々にですね、YouTube やってごらんよっていう形でね、面白いからっていうことで、進めてはいるんですけども、なかなかね、そこまで、
ね、顔を出してとかなんだかんだと言ってですね、なかなか YouTube をデビューしてくれない方が多いんですけども、はい、何人かはね、この YouTube を通じて知り合った方で YouTuber としてね、デビューされた方も何名かは仲良くさせていただいてますけども、大半ね、どうしてもその一歩がなかなか踏み出せないかなというところが実感しております。はい、ありがとうございます。その他何か一言みたいなのあります？なんか私としてはね、座右の銘がある人に聞いてみたいなと思ったりするんですけど。ああ、そうですね、私が日頃大切にしている言葉っていうのっていうか座右の銘に当たるのかな、習慣は第二の天性なりっていう言葉があるんですけども、はい、これね、天性っていうのは持って生まれてくる人間と持って生まれてこれない人間と二通りいると思うんです、うん、この言葉にはね、習慣ですよね、日々の行い、日々の習慣がですね、自分の天性に変わるんだよという言葉だと言いますか、そういうふうな言葉なんですけども、うん、はい、これがまあ今というか、まあ、昔からですね、私が肝に銘じているというか、意識しながら日々を送っているのは、この習慣は第二の天性なりという言葉を大事にしております。はい、ありがとうございます。とってもいい言葉ですね、はい、うん、習慣は第二の天性。私も高校生の頃にね、先生から聞いて、まあ、その頃先生のことは舐めていたんですけども、なぜかその言葉だけはね、非常に貴重な、もしかしたらキーワードなんじゃないかなと思って、私もちょっとね、心の中にあるんですけどもね、今浩二さんから聞いて改めて、あ、やっぱりいろんな人が大切にされてるんだなと思いましたね。はい、ありがとうございます。で、早速なんですけどもね、はい、今回、ジョイントベンチャーをされるということで、はい、していただけるということで、はい、まあ、主には浩二さんが事業をするんですが、はい、今回の出資の希望額はおいくらになりますか？はい、ズバリでよろしいでしょうか？はい、ズバリ。はい、ズバリ申し上げまして、45万円をクラウドファンディングで皆様方に、出資をしていただければ本望でございます。はい、45万ね、はい、今はね、その会社や事業するときに何百万何千万必ずしも必要ではない時代なんですけども、それでも必要最小限ね、手伝っていただければ非常にスムーズに事業がスタートするというもとで45万という数を出していただいたと思います。ではこの45万なんですけども、はい、その使い道はどういうふうになってますか？はい、ですね、約36万円、うん、これがですね、私一時、大型2種という自動車を運転できる免許を所持していたのですが、うん、10年ほど前ですかね、はい、化石祭という交通違反を2日続けてですね、交通違反ですよね、結局は、はい、これで、免許取り消し処分になっております。ですんで、うん、取り消し解除の講習を受けて、今は原付免許の運転免許の資格は所持しとるんですけども、はい、普通自動車免許っていうのをまず持っていないんですね、うん、で、この自動車の免許証、これを取得するにあたって、約36万円、はい、うん、残りの約9万円というのは、道具、電動道具であったり、うん、工具であったり、はい、またこれ後から、後にお話し、業務内容というのは後にお話しさせていただきますけども、はい、最低必要最低限必要な手元の工具、道具、電動工具
等の費用として約9万円を予定しております。はい。ということは、はい、まあ、これ事業内容これからもお話しいただくんですけども、じゃあネットビジネスやアフィリエイトとかで何とかしようっていうのとはちょっと違うんですね。そうなんですよね、業務内容はですね、遅くなって申し訳ありません。はい、お願いします。ズバリ便利屋でございます。はい、うん、何でもやよろずや、あ、全て含めてね、人様の嫌がるようなこと、うん、人様の手につけにくいというか、あ、どう言いますかね、ちょっとそういうものには触りたくないなっていうことは、うん、やらせていただきます。人の嫌がることをやらせていただきます。はい、というと私が想像するに、例えばね、ゴミ屋敷みたいなのがあって、もう手がつけられないんで困ってるんですみたいなのをやっていただいたりもあるんでしょうか。はい、当然でございます。はい、ですね、まあ、いろいろな、業務内容、内容はいろいろあるんですけども、ゴミ屋敷の掃除とか、はい、あとね、例えば遺産整理、遺産品の整理とかね、例えば、お父さん、奥さん、ご夫婦でお住まいだったところの お父様がお亡くなりになられて、奥様は昇進してて、どうしてもその遺品、遺産っていうのを整理できないとかっていう場合ですね、私どもがお手伝いをさせていただくというような形でございます。その際にはこれは残しておきますか、処分しますかというのをですね、お客様の一つ一つ確認しながらですね、処分させていただいたりですね、例えば引っ越しの古いお住まいのところから新しいお住まいのところへ引っ越しをされると、そういう時に、うん、これはいらないよっていう火災道具とかありますよね。はい、そういうふうなものを処分、運び出し、うん、処分っていうのをさせていただくんですけども、うん、やはりそのお家ですね、もともと住んでおられたお家っていうのは、引っ越される方、持ち主さんといいますかね、住人さんの思い出の詰まってる場所でもありますので、うん、土足で上がったりはいたしません。上履きを履いてですね、うん、一つ一つ丁寧に処分させていただきます。うん、なるほど。まあ、何でもやということですけども、今お話しいただいたように、はい、現在ニーズがすごく高くて、さらにこれからニーズが高まる一方の、まあ、遺品整理ですとかね、はい、あとは本当に個人では処分しにくいような、いわゆる産業廃棄物に近い家庭ごみとか、はい、あとはワンちゃん飼ってたんだけどさ、犬が死んじゃってもう10年経って犬小屋をなんとか壊してもらえないかなみたいなのとか、はい、うん、あとは長い暮らしの中で我が家にも随分と倉庫がいっぱいになっちゃって、何が入ってるのか分かんないんで、ちょっとこれガラクタ選別して出してくれませんかみたいなこともやっていただけるってことですよね。はい、そうです、うん、もちろんね、作業をさせていただくのは、うん、戸惑いはありませんし、それが商売なんでね、喜んでお受けいたします。はい、これ実はね、私が1年間町内会長をしながら、町内の個別の困りごとってのをね、ずいぶん聞くことがあったんですけど、ナンバーワンがダントツでこれなんですよ、今浩二さんが言われてたような。で、おそらく全国各地にもう近所の方にはなかなかお話できないんだけども、いつか何とかしようと思って5年10年経っちゃったみたいな、まあ、お困りごみってのがね結構あったり、あとね、意外だったのが家の壁が崩れそうなんだけどもどうしたらいいかしらみたいなね、修理するのも、うん、これから長いこと住むわけじゃないんで修理もなんかなと、だからといって崩れそうな壁を崩して持って帰ってもらっても、当面まだ住むから壁はいるんだよみたいなところでね、
相談相手がいないんですってことで、私もちょっと相談相手になれなかったんで、どうしましょうかみたいな感じでね、とりあえず紐でぐるぐる巻きにしておいたみたいな大きい処置だったんですけども、その辺も多分上手にやってくださるんでしょうね、きっとね。そうですね、僕は久保塾長さんにはね、お伝えさせていただいてますけども、うん、まあ、主に建築土木出身なんで、うん、その辺の経験っていうのは、大工の経験もございますので、うん、工務店にね、依頼をされると、はい、どうしてもその利益率に2割っていうのを工務店は取りますので、その辺はね、うん、相見積もりで結構なんでね、うん、お安くやらせていただきますので、はい、はい、何でも、困ったを、とりあえず困ったを教えてください。なんとかします。はい、はい、それではね、大体事業の全体像っていうのをお分かりいただけたと思います。今お話していない内容でも、こんなこと相談していいかしらっていうのも全部受けてくださると思うんですよね、基本的には。そうですね。で、どうしても無理な部分は、まあ、関連する業者さんに紹介を出してくださったりとか、まあ、決してほっときはしないよってことで理解してよろしいですかね。そうですね。これね、私、ヘラクレスグループというね、便利屋の、グループ全員で私を入れて8名、もうすでに活動はね、おのおのもう行っておるんです。はい、でこれ、一人一人が個人事業主で、ね、うん、で、一人で作業できない場合ってありますよね。はい、例えば2階のその荷物を下ろしてほしいんやけどもっていうことで、はい、60キロぐらいあるような金庫を一人でではね、これ人力で下ろすのは難しい時にはですね、うん、お互いそのヘラクレスのグループのメンバーをですね、招集して、で2人で、階段を抱えて下ろすとか、うん、そういうふうにね、チームを組んでですね、はい、普段はおのおのがですね、7名、おのおの、私入れて8名なんですけども、うん、7名はおのおの活動をやっております。結果はもうグループで活動されてる部分もあって、はい、事業自体はスムーズに参加できるってことですね。はい、そうですね、うん、私の今現在の立ち位置としては、はい、結局その自分で動けない部分があるんで、まあトラブルごとですね、解決させていただくような相談役という立ち位置には、うん、属しているんですけども、現在これに関してのね、はい、ギャラっていうのは発生しないもんですから、うん、私の YouTube の方でもね、小さな相談室っていうのをやらせていただいているようにですね、とにかく一度困ったをね、ご相談していただければですね、それなりの専門家を、紹介させていただくとか、私で、お話ができるんであれば、私が、お話をさせていただくというようなね、ことを今はやらせていただいているんですけども。はい、なるほど。私がね、自分のお仕事で経験があるのが、田舎を訪問して、個別訪問で、まあ、飛び込みでですね、網戸の張り替えをやらせてくださいみたいなことをお願いしたりもしてたんですよ。はい、でこれが結構ね、なんか最初は怖かったんですけども、案外、ポン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 取れるんですよね。うん、それで、契約していたギャラ以上に結構皆さん、くだすって、私はだいたい1万円前後ってお話で仕事させてもらったんですけども、作業2時間3時間するとだいたい 2,3 万円くれるんですよね。皆さん気前がいいのか、私の顔にビビってこれぐらい出さないとやばいと思って払ってるのか分かりませんけども、まあ、でも案外ね、本当に自分の働きを、自分の汗をそういうふうにして、まあ、金額で出してくださるんで、日々の仕入れっていうのは基本的にありませんし、うん、なんかね、お客様と仕事が終わった後、縁側で一杯お茶飲む時間っていうのも、かなり重要な情報収集になったり、見えないお困りごとがね、ものすごく見えるっていう部分では、仕事の幅ってすごい広がると思うんですよね。で、あと感動も多いんですよね。そうなんですよね。うん、
今おっしゃってた網戸の張り替えですよね。普通のお家ですと、まあ戸建てのお家ですと網戸1枚っていうことはないですからね。じゃあ1枚試しに、じゃあこういう感じに張り替えれますよっていうのをお手本って言いますかね、まあ1枚を受け負うとして、でその出来栄えを見ていただければですね、じゃあこっちの網戸もあっちの網戸もっていう風につながっていきますのでね、それも網戸の張り替えもやらせていただきます。これもね、久保塾長さんは経験されてたんでわかると思うんですけども、網戸の網もですね、いろんな種類があってですね、目の細かい部分になるとやっぱりそれなりの材料費っていうのがかかってくるんですよね、うん、で一番高い網はステンレスでできた網なんです。これが一番高い網になるんですけども、作業自体はさほど、ナイロンの網をね張り替えるのと作業の手間自体はさほど変わらないんですよね、うん、はい、そうですね、そういうふうなことも得意中の得意なんでね、うん、喜んでやらせていただきますし、はい、他の業者さんよりもね安いような値段を掲示させていただきますので、うん、はい、はい、で一つね気になるのが、はい、まあ運転免許に資金を使われるというお話と、あとは、はい、まあ、ちょっとね、ドライバーとか、なんですかね、その他、まあ、カッターナイフとか、細々したものがいると思うんですよ。はい。あと、サンダーみたいなのも使うかもしれないですね。そうですね。チリーンというかね。あれ、それ必要な時に適宜買うのもあると思います。はい、で、いきなり最初にドカッと買わないと思いますけども、はい、肝心なのは、免許を取っても車はどういうふうにするのかなと思ってるんですけど、その辺はちょっと教えていただいていいです？はい。最初ですね、車も買う中古、もちろん中古なんですけど、買う費用も含めてもうちょっと大きい金額をって考えてたんですけども、実は、このヘラクレスグループに軽トラックがなんと1台空いてるんです。すごい。それをですね、代表上広之、はいっていうグループの代表がいてるんですけども、はい、この人とリース契約をすることによってですね、うん、その軽自動車はリースという形で私が借り受けることができますので、その辺は工面できます。いいですね。じゃあ本当にこの45万が集まったら、はい、パッとスタートできて、まあ、運転免許の講習もありますんで、長めに見積もって今どのぐらいですかね、はい、3ヶ月ぐらいって考えると2ヶ月から3ヶ月かかると思いますけど、まあ3ヶ月として考えると、はい、そこから後の営業ってのはすぐ売り上げになるっていうふうに考えていいんですかね、はい、そうですね、下準備としてはチラシを現在やってる活動の一環としてチラシの配布ですね。ちょっと8月は、はい、ちょっといろいろ上の方も用事といいますか、うん、お盆の関係があったので、はい、8月号のチラシっていうのはちょっと印刷してないんですけども、はい、毎月毎月チラシをね、配布、今ちょっと原付もう免許しかないもんで、はい、私もこの東海市の市内、はい、の私の住んでる本当の近くをポスティングしていく営業をさせていただいてるんですけどもね、はい、はい、なるほどね。じゃあ、はい、告知活動もすでにもう波に乗ってますんで、秋口からさらにチラシポスティング活動も盛んにできるというふうな見通しですかね。そうですね、まずはそのこれはもう本当に個人的なことなんですけども、はい、車の免許があればですね、うん、これ私僕自分のチャンネルでですね、はい、先月の末ぐらいからですね、代表の上が映ってるヘラクレスの宣伝っていうのはね
ちょっと定期的に流させていただいて、2、3件問い合わせの方もいただいております。うん、すごい。はい。で、ね、これ YouTube は、なんといっても、全世界配信なんで、ね、都合よくこの東海3県、今、東海3県は主に7名が活動してるわけなんですけども、お問い合わせいただいているのがですね、岡山の倉敷の方が1件と、ああ、すごい。はい、愛知の方が、2件ですか、はい。はい。はい、お問い合わせはいただいております。すごいですね、やっぱり YouTube ってのは、こういうふうに、うん、今からでも見込み客がもう掘れると言いますかね、ご縁ができるというか、はい、それから皆さんご存知だと思うんですが、浩司さんの YouTube の発信ペースで、この事業のね、発信をされると、もっともっと見通しが立つんじゃないかなというところもありますし、多分浩司さん自身楽しいから、YouTube の配信増えるんじゃないかなと思うんですよね。来週はどこ行きますよとかね、今週はここですよとか。もっと言えば、免許証を取った後に事業を始めると思いますけども、事業をするために今、ね、教習所通ってますみたいなのすらセールスになると思いますから、そういう意味で言うと、ものすごくね、この事業ってのは、すごい有利に働くんじゃないかなと、いろんなものが、多分期待されてると思いますし、あとね、今、浩司さん56歳で、これから免許取るんだって言われてましたけども、これね、50代の方で、言ってみればちょっと事業っていうかね、仕事がなかなか決まらない方に新しい希望を与えるんじゃないかなと思うんですよ。あ、いけるんだみたいなね、免許取るところから始めても、あ、こういう風になるんだみたいなね、その先駆けにもなっていただけると思いますんで、この今回の事業の成功っていうのは、たくさんのね、中高年の方に新しい勇気を与えると思いますので、ものすごく意義深いものがあると思うんですよね。その分でもなんか消耗が大きくなりましたね、なんかここまで言っちゃうと。そうですね、もう得意でしょ、でもこういうのまあ どう言いますか、表現悪いかもわからないですけどもね、やっぱり男として生まれてきた以上ですね、はい、吐いた唾は飲めんっていうところが私の性格上ありますのでね、はい、お約束させていただいたことはね、いきなり北海道に腰だけ回収しに来てくれと言われてもですね、ちょっと困る部分もあるんですけどもですね、はい、まあ一応私考えてるのはですね、まあ、一件依頼を、それなりの依頼をですね、例えばゴミ屋敷の掃除とか、そういうちょっとした、うん、どう言います、手間賃のするような案件があればですね、私青森でも、山口県でも九州でも参ります。そこで私は1ヶ月、うん、軽トラックで寝泊まりしながらでですね、チラシ配布をしながら営業を1ヶ月なら1ヶ月、2週間なら2週間というね、期間を決めてですね、その地方を回らせていただくような感じの営業方法も考えております。はい、すごいですね、やっぱりこう行くは全国区でやるということで、まあ、いきなりはね、ちょっと難しいと思いますけども、そういう腹のくくり方、やっぱりちょっと段違いですね、これはね、大いに期待したいと思います。浩司さん、そこでね、今回の事業の成功のために、はい、いろいろと準備されてると思いますけども、はい、その辺をちょっとお話しいただきたいのと、プラスですね、はい、今後、資金のほかに必要なものはどんなものがあるのかってこと、まあ、ぼんやりというメインでお話しいただければと思います。そうですね、まあ、準備してるといえば、まあ、僕もね、こう1年近く、うん、そうですね、1年近くこう何かの仕事について日々毎日何か会社に出勤をするっていうことがなかったもんですから、ほとんどフリーランスといいますかね、知り合いの
個人でやられてる内装業の手伝いがほとんどだったんで、うん、まあ親方自体がね結構年齢いかれてる親方なんで、はい、夏は仕事取らなかったんですけども、今回ですね、今年はちょっと夏どうしても断りきれない仕事が入ったんでということで、はい、私も体なまってましたんでね、はい、2週間ほど体力作りといいますか、暑さに慣れるためにですね、作業の方、過酷な、ね、現場の妊婦といいますか、雑用をですね、やるがためにですね、体力作り、こういうふうなことは、下準備の方はですね、一応させていただいております。今までね、ちょっと膝と腰が悪くてね、表現悪いですけども、ヤンキー座りとか、うんこ座りとか、ああいう形ができなかったんですけどもね、なんとかね、この2週間ほどね、体バキバキバキと、痛みつけてですね、なんとかこう、はい、膝も曲がるようになりましてですね、なんとか作業ができる状態へ持ってきておりますんで、はい、下準備としてはそんな感じですかね。なるほど、はい、じゃあもう体の方はすぐにでも行けるように作ってきた、調整してきた、そして調整して、何でも屋の経験も一通りある、うん、そうですね、はい、何でも屋、そうですね、はい、で車の準備もあって、でそれから他業種への連携も一通りあるんで、まあ、依頼された仕事をほったらかすことはないよと、最後まで面倒見る、日本全国やるつもりで、はい、まずは愛知近辺からやっていくよってことだったんで、じゃあ本当スタートアップの資金があったらもう本当にすぐ始まっちゃうような感じですね。そうですね、免許もね、合宿免許で取ればね、早いんですけども、うん、2週間ちょっとで取れる、はい、17日ぐらいやから、ね、約3週間弱で取れるんですけどもね、うん、今日もっていうか、今日もまあ電話は入れてみたんですけども、はい、年齢がね、合宿協会って言いますか、運転免許の合宿協会っていうところ電話入れたんですけども、はいはい、年齢が55歳以下って決められてるらしくて、なるほど、はい、どうしてももう通いで、ね、近くの教習所へ通って、はい、で、愛知県の、愛知県は天白に試験所があるんですけど、天白区というところに、はい、試験所があるんですけども、そこへ、卒業証書を持ってですね、学科試験、を受けに行かないといけないという結果なんで、どうしてもこの35万円っていうのはね、合宿が行けたらもうちょっと安く抑えれるんですけども、なかなかちょっと難しいところもあるんですけども、はい、うん、なるほど、はい、でもまあ浩二さんいいじゃないですか、学校に通いながらそこでね、はい、自分はこんな仕事するんだって宣伝ついでにしちゃったりなんかして認知広げながら腰据えて通ってみるのもいいんじゃないですかね。はい、はい、それでね、この事業始まって、はいはい、ちょっと数字のことを聞いてみたいなと思うんですけども、はい、はい、当然まだ動いてないんで確定の売り上げってのは当然出せないと思いますけども、まあ、はい、このぐらいの数字を出していきたいんだっていう意気込みを初月とか半年とか、はい、まあ1年目っていう形で、はい、皆さんに紹介していただいていいですかね。そうですね、一応結核っていうのがありまして、はい、初月の売り上げがだいたい45万円、まあ、これがね、いつ実際行動っていうか、うん、活動に移せるかっていう時期にも、時期っていうか月にもよるんですけども、うん、まあ、私考えているのは1月のうん、下旬もしくは2月の初旬にはもう始めたいなというふうに、はいはい、考えてるんです、はい、で、この何でもやといいますか便利屋が忙しいのはね、
2月、3月、4月、はい、この3ヶ月がね、特に忙しいんですよね。うん、はい。ですんで、初月行動した、はい、初月30日間の売り上げの目標っていうのは、はい、45万円、応募金額とね、うん、同額を一応目標にしております。うん、で、はい、それから半年後ですかね、はい、半年後は、まあ、これは、まあ、当然未知数にはなってくるんですけども、はい、そうですね、できれば半年後、うん、大きく出て目標は500万、ああ、半年、6ヶ月、年商2分の1か、なんて表現したらいいのか分かりませんけど、はい、500万 ね。これ、はい、でも、あれですね、ほとんどあらりって考えてもいいんですよね、人件費だけですか。そうですね、人件費と、うん、あと、まあ、これ、廃棄、電化製品の回収なんかもやるんですけども、実際ね、無料で回収して売れる部分と、あ、無料で回収しても分解したいと売れない部分っていうのがあるから、うん、はい、見えない手間っていうのが結構かかってるんですよね、はいはい、ですから、ええ、そう、例えば、ね、売り上げの5割が粗利につながるっていうわけではないんで、なかなかその辺が難しいんですけどもね。うん、はい。まあ、それは、はい、まあ、やりながらだんだんつかめていくっていうところですかね。そうですよね。うん、はい、はい。それで初月が45万目標で、半年で、はい、500万累計。じゃあ、1年ぐらいで、はい、もうちょっと1000万超えちゃうみたいな感じですかね。そうですね、目標はもちろん1000万円乗せたいなっていうところはあるんですけども、うん、はい、まあ、これは毎月毎月ね、私、動画で売上の報告っていうのをね、させていただきますので、ね、楽しみですね、これが。はい、これはもちろん公開ではできないですけども、はい、出資をしていただいた方にはですね、はい、限定動画でですね、すべて包み隠さずですね、はい、領収書を発行しますんで、領収書の控えをすべてお見せいたします、はい、で、こんだけありましたというふうな形でね、報告、それとですね、まあ、はい、作業の依頼者の許可が得れればね、はい、それ作業風景もできれば動画で残してですね、うん、それは一般公開はさせていただこうかなとか、はい、いろいろ考えております。いや、そこが浩司さんのこの便利屋さんの強みで、通常便利屋さんそこまでまだできてない方が多いですから、ここにね、非常に強い可能性を私は見出すわけなんですよね。うん、ぜひね、ちょっと忙しくなると思いますけども、ちょっと撮影してパッと上げたりとかね、画像を出資者の方に分配したりとかで、半分楽しんでいただきながら、この事業を転がしてほしいなと。転がすって言ったらまたね、なんか闇の組織みたいな言い方になっちゃうんです。すみません。ついついね、商売してるとこれ転がすって出ちゃうんですよね。そうですよね。取り組んでいただきたいと思います。すみません。はい。で、浩司さんね、はい、45万円の希望額ということだったんですけども、はい、当然、じゃあ1000円とか2000円出資したいんですって言われてもちょっと困っちゃうんで、募集金額を何本かに、はい、絞ってですね、決めていただいたと思うんですけども、その辺ちょっと紹介してもらってよろしいですか。よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、一番小さい部分で申し訳ございません、はい、1万円、うん、1万円コース、はい、で、3コース用意しようかなと思ったんですけども、はい、ちょっとその次を取ったら5万円になっちゃうんで、うんうん、どうしようかなと考えて4種類作りました。はい、4種類ありますね。はい。はい。
1万円コース、はい、3万円コース、はい、5万円コース、はい、で大きく出て10万円コース、この4種類でお願いしたいと思います。はい、はい、じゃあそれぞれご希望のコースを、例えば1万円コースを2口とかでもいいんですかね。あ、それはもう大歓迎でございます。はい、ではね、そういう形で、まあ、10万円コースを4口とかっていうことはなかなかいないと思いますけども、もちろんですよね、まあ、でも大歓迎なんで、それぞれお願いしたいなと、はい、でちなみにこれね、なんか募集してオーバーしちゃったらどういうふうにしましょうか。オーバー、そうですね、オーバーしちゃったらどうしましょうか。オーバーすることを考えてないんでね、いけるか、後々考えましょうか。そうですね、まあ、とりあえず、オーバーした分はとりあえずお返ししますよ。はい、そうですね、はい、ちょっとこうオーバーした分に関しては私もね想定してなかったんで、今自分で聞いておきながら答えどうするのかなと思っちゃったんで、はい、これは今日のうちは結論出せませんけども、オーバーしたら後ほどちょっと連絡させていただいてお返しするなり、当初の何か、はい、ね、はい、何か皆さん出資していただいた方、はい、皆さんに喜んでいただけるような形でね、何か考えましょう。はい、そういうことにしましょう。ところでね、はい、こうですよね、はいはい、すでにこれ今日放送がある前に出資者の方が何人か出てきてるんですよね、はい、あ、そうなんですね。私が聞いたところによると、1万円コースと10万円コースに手が上がってる方がいらっしゃって、まあね、入金があったわけじゃないんで、まだ、そのぐらい協力したいんだっていう声、気持ちだけだと思いますけども、もしかしたら、はいはい、早めに45万埋まっちゃうかもしれませんね。わかりませんけどね、まだね。そうですね、はい、10万円の口はね、私、ある方に、フライングでね、教えてって言われ、何をやるのっていうのを教えてって言われてね、私が、最初のね、小さな相談室のお客様の方なんですけども、はい、久保塾長さんの動画を見られてた方で、僕の動画を見ていただけるようになってですね、私の、特別スポンサーでおられる方なんですけども、はい、その方にはもうこういうことをやりますっていうのとですね、概要をお話しくださったんですね。そうなんですよ。で、フォーマットの方ね、先日作っていただいたフォーマットですね、塾長さんのですね、許可なしにですね、フォーマットの方もついでにですね、はい、LINE の方に貼り付けさせていただいたんです。はい、いいじゃないですか。はい。まあ、ということなんでね、本当にありがたいですね。もう今日の放送前に、すでにこのような形で出資したいという方がね、先行していらっしゃったんで、この放送で、ああだったら自分もということでしたらね、ぜひお早めに、お申し込みいただきたいと思います。希望の方はなんかね、この後連絡先の方を浩司さんに教えていただきますので、はい、そちらの方にご一報いただいて、 それから申し込みの、はい、フォームを私作りまして浩司さんにお渡ししてますので、そちらの方でご記入と、はい、あと入金に関しては、はい、まあ書き留めとか現金を送るでもいいですし、はい、まあ、銀行振り込みのもあるかもしれません。その辺もじゃあ浩司さんと直接連絡してみてくださいということで。そうですね、はい、はい、ね、一応明日ですね、ゆうちょ銀行の方で川原企画という名義でですね、はい、これ実は久保塾長さんというか、速稼塾の中ではね、うん、もう知られてる方が多数おられると思うんですけども、IT の例のね、専門家ですね、件で、はい、はい、そうです。その件でね、はい、7月の3日にですね、個人事業主の届け出はもうしておりますので、はい、こちらの方の名義でね、会社の川原企画という社名でですね、口座の方を明日、ゆうちょ銀行の方で開設してきますので、はい、そちらの方の口座番号が明日分かると思うんでね、とりあえずメールか LINE ID をお伝えさせていただきますので、うん、そちらからお問い合わせいただきましたらですね、申し込みフォームの方に、お送りさせていただきますので、
そこに、ご入力いただければいいのかなというふうに、考えております。はい、ではね、出資しようかなとちょっとでも思った方は、とりあえず浩司さんの方に連絡を入れてくださったら、その後の段取りはやってくださると思いますので、今日のところはね、そのように認識していただきたいと思いますが、浩司さん、はい、出資していただくコースが4つあるわけなんですけども、はい、出資ってことは事業がうまくいったら何かね、はい、特典があると思うんですけども、はい、その特典について今日は、はい、もうね、ちょっと出資するかしないか迷ってる方がいらっしゃったら、これもう決まりますからね、ぜひそうですね、この辺よろしくお願いします。今日のクライマックスです。お願いします。はい、そうですね、出資をしていただいた方にはですね、まず出資額の 100% は返還させていただきますっていうのは1回では無理です。当然ね、1回では無理なんで、何回かに分けて、返還を 100% 還元といいますか、うん、返還ですね、それにはもちろんお礼をつけてですね、お返しさせていただきます。で、ちょっと特例なんですけどもね、そのフライングで、いただいた方、私は分かってるんですけども、その方の場合は現金の返還はいらないというふうにね、言われてるんですよ。あら、はい。ですんで、はい、商品券なり何なりと、うん、相当額をですね、ご希望通りのものをですね、まず出資額の 100% 分を返還させていただくのをお約束させていただくのとですね、はい、仕事のね、例えばご依頼をいただきましたら、もう初回、20% 引きで作業をさせていただきます。はい、それとですね、作業をご紹介いただければですね、はい、また、さらに 20% キャッシュバックもしくは商品券、うん、ギフト券等で、はい、20% 分のお礼をさせていただきます。はい、はい、これは全コース共通ってことですかね。全コース共通ですね。はい、その他に何かあります？出資者、そうですね、出資者の方に、まあ何ができるか分かりませんけども、できる限りのことをね、ご希望の、はい、できる限りのことをですね、何かさせていただきたいなというふうに考えております。私の場合はね、久保塾長さんとかね、あと名前はちょっと今は出せませんけども、有名な YouTuber さんから限定動画をいただくと、すごく私の場合は嬉しいんで、はい、私が今できるとすれば、はい、限定動画をプレゼントさせていただきます。いいじゃないですか。はい、ということでね、今回出資してくださった方は、そのお金は無駄になりません。事業は成功したら、そっくりそのまま帰ってきます。ですんでね、出資した方は成功のために、まあなんか宣伝活動するとか、浩司さん頑張れってね、たまにはね、メッセージを送るとかしていただければと思います。もちろん仕事をいっぱい紹介したいでもいいんですけどね。で、もしね、出資者の方の中で、自分もちょっと作業頼みたいんだけど、ってことがありましたら、ちょっと地域とか場所にはよるんですけども、もしかしたら難しいところもあるかもしれませんけども、基本的に作業ができる範囲でしたら2割引きで受け負ってくださるってことなんで、それをまあ特典とさせていただくことと、あとね、自分じゃないんだけども紹介が起きた場合は、紹介報酬も、売上かな 20% キャッシュバックするということなんで、まあその辺ね、なんせ事業規模が45万ですから、100万200万儲けようと思ってこの事業にね、出資してもらっても困っちゃうんで、本当にこうささやかなところから始めさせてくださいということですよね。そうですね。はい、まあ、でもいいですよね。なんか例えば1万円とか3万円とかをお預けして、それがどういうふうに育っていくのかなっていうふうに、共同経営者みたいな気持ちで
浩司さんの YouTube 報告を見ていけるっていうのはなかなか面白いんじゃないかなと思いますし、もし仮にねこれ近い将来浩司さんが軌道に乗ってものすごく楽しく仕事をされているところを見たら、今度は自分が出資を受けてみたいなっていう風な励みにもなると思うんで、皆さんの事業を今度はね、今日は浩司さんがここにいますけども、その方が今度はね浩司さんに代わって同じようにクラウドファンディングもう申し込み受付をするみたいなところも見えてくると思いますので、この第一弾は何としてもね皆さんで成功に導いていただきたいなと思います。これ本当に浩司さん一人の問題じゃなくて、みんなで成功するモデルになったらいいなと思いますんでね、よろしくお願いします。返礼計画のお願いいたします。はい、それではね、自由に自己表現タイムをしていただこうかなと思います。もう熱いメッセージをね、出資をしていただけるように送っていただきたいと思いますけども、ちょっと聞きそびれたところがあったんですが、はい、今回の出資なんですけども、はい、締め切りですよね。何月何日で一応まとめさせていただきますみたいな形を取りたいと思うんですけども、そうですね。いつ頃がいいですかね。はい、そうですね、今日が8月15日なんで、まず一時締め切りを、9月末で、はい、一旦9月末で、悪あがきでそのまでに、希望45万円が集まなければ、はい、延長二次締め切りで10月の末、はい、ということで諦めの悪い考えなんですけども、はい、一次締め切りを9月末、はい、二次締め切りを10月末という形で取らさせていただければありがたいかなというふうに感じております。はい、ということですね、10月末が第2次の締め切りですから、さすがにそこを過ぎちゃうと今度は自動車学校を通って2月、ね、またいで3月とかになっちゃいけないんで、もうそこまでにちょっと一発、そうですね、けじめをつけていきたいなと。できれば9月のなんか中頃にね、もう出資額オーバーしちゃったんで、もう教習所行ってきますみたいになると気持ちいいですね。そうですね、順次ね、45万円なんですけども、はい、とりあえずその免許を取れる分がまず集まればですね、うん、免許は先に、もちろん報告はさせていただきます。動画の方でね、はい、報告させていただいて、私塾長さんの方にね、限定の動画を送らせていただきますので、はい、それを、出資者の方にですね拡散していただくばいいかなというふうに考えております。でもちろんね、はい、学校の方でもね、自動車学校の方でもですね、こういうことをやってますというのはね、宣伝させていただきますし、またクラウドファンディングはじめね、自分の宣伝にはなってしまうんですけども、西成浩司チャンネルっていうのも紹介を、うん、してですね、少しでも早くね皆さんにね、出資していただいた皆様にですね、一日でも早く恩返しができればな、いいかなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。そうですね、はい、ではですね、まだ思いの丈があると思いますので、さらに自己表現をお願いして、最後連絡先はい、教えていただいて今日はまとめたいと思います。まあ、はい、何分でもいいんですけども、あとだいたい7分ぐらいがマックスですかね。すみません、そうですね、3分でも5分でも構いませんので、よろしくお願いします。はい、はい、ね、普段私は今日はね、ビジネスをするということでですね、このような作業服でズームの方参加させていただいておるんですけど、普段ねふざけてやってます。わざとね柄悪系 YouTuber、 関西弁の柄悪系 YouTuber、 サングラスかけてね、たまにはズラもかぶったりね、
ぱ入れ墨のねシャツを着てですねチラッと見してみたりねこう、はい、わざとあのカラワル系の YouTuber っていうのをねやらせていただいてるんですけども、あのそれは本当あの YouTube 上のキャラクターであって、あのビジネスに関しましてはこのようにあの、うん、腹をくくってですね真剣に考えております。まだまだね、あの支払いの方も創価塾というセミナースクールの塾のですね、塾費もまだ支払いも完了しておりませんのでね、何が何でも稼ぐんだと。で、これ、マネーの虎、創価塾マネーの虎第1号にですね、選んでいただいた、うん、恩返しをですね、やはり、久保塾長さんはじめ、出資者の方にさせていただきたいっていう気持ちでですね、今、胸を膨らましているところでありますので、どうか一つ、はい、ご支援をよろしくお願いしたいと思います。はい、これ と, ありがとうございます、はい、連絡先ですね、はい、どうしましょう、これチャットで出す方がいいか、こういうふうに出ると一番いい、紙でいいですか、はい、はい、そしたらね、あ、いいですね、見えないですね、でもね、あ、見えた、見えないですね、ちょっと角度つけると見えないかな、あ、一応チャットの方っていうか、うん、そうですね、背景を消しますね、はい、すみません、お願いします、はい、皆さん見えますか、小文字で KOUIJKAWAHA0720@gmail.com、 もう一回言いましょうか、はい、小文字です、全て小文字です、K-O-U-J-I コウジ、K-A-K-A-W-A-H-A-R-A 川原ですね、0720@gmail.com、 もしくはですね LINE ID、 こちらの方が簡単です、 LINE IDKOUJINAKAE コウジ中江、これが LINE ID になっております。こちらの方からねご連絡いただきますと、私お返事の方させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、では連絡先もいただきましてね、コウジさんのお気持ちも受け取ることができました。そして今日のプログラムは以上で終了なんですけども、コウジさん今日はいかがでした、緊張感になんかそうですね、もうずっと、もう夕べからずっと緊張してたんですけどもまあはい、まあズーム実はね、創価塾入ってすぐ1回ズームね、久保塾長さんさせていただいてですね、久保塾長さん主催のズームっていうのをさせていただいてですね、それで個人的なねズームも1回させていただいて、で、はい、公なズームっていうのはこれ2回目なんで、1回目よりかは緊張はしてなかったんですけども、うん、やはり緊張してですね、はい、もうこの後とにかくビールを一口飲みたいっていうのが本音ですかね、はい、そうですね、はい、まあ、でもいかがですか今日、参加者17っていうふうに出てますけども、私と浩二さんのことがあるんで、まあ、マイナス2なりマイナス3しても、まあ、15名前後、10名以上の方が今日ね、出資を呼びかけるズームだよって言っているのに来てくれたってことは、もしかしたら出資するかもって方が10名以上集まったってことなんですよ。ちょっとこれ、ね、改めてちょっとお礼の方を申し上げたいですよね。はい。僕がね、今これカメラ映ってるのが1台、はい、で、チャットを打とうと思ってね、もう1台あったんですけど、はい、それとモニター用にね、タブレットがあるんで、川原浩二とか西成浩二とか、
あとこの接続中っていうのがこれ僕のこのスマホなんですね、はい、オーディオに接続中っていうのが。あと高田さんありがとうございます。あきらさんありがとうございます。皆、はい、さんありがとうございますね、石井さんもこんばんは。あ、野崎さんこんばんは。あ、はい、清水さんですかね、違うな、うん、iPad さんでごめんなさい。ありがとうございます。松本純一さん、松潤さん、いつもありがとうございますということでね、本当お気持ちがあれば結構なんです。よろしかったら、1万円でも結構ですんでね、出資の方いただければ ありがたいと思っております。はい、私の方からもよろしくお願いします、むしろね、私も呼びかける以上は第1回目ですね、まあ、多少ですけども出資の方私も参加させていただきたいと思いますので、もうこの事業ね、自分のことだと思って私も、まあ、宣伝もさせてもらいますしね、進捗も私の方からも連絡させてもらいますので、ぜひ皆さんにもちょっと一丸となってそう、一丸となってっていうとなんか強制みたいになっちゃうんですけど、自由ですからね。そうですよね、なんて言いますかね、強制するもんではないんでね、賛同していただければですね、まあ、こんな毛もない、歯もない、金もない、石成工事をですね、ちょっと応援してやろうかという親心でですね、まあ、親心と言いましょう、私の方が皆様より年齢は言っておりますけども、その分、人生の経験もさせていただいておりますので、一つよろしくお願いしたいと思います。はい、そうですね、もう1年後、浩二さんが1000万いきましたって言ってね、このぐらいの時期に、なんか放送があるといいなと思いながら、なんか一緒にそういう風な未来を思い描くためには、ちょっと出資するとリアリティが出てくるんで、ぜひ ね、 そうですね、見守っていただくだけでも十分なんですけども、さらに出資すると楽しいなというところでございますね。はい。じゃあ、浩二さん、ありがとうございました。他に言い残すことがなければ、終了したいと思います。はい、いかがでしょうか。そうですね、はい、一回出資してね、お返しして、それで終わりっていうことにはなりませんのでね、私は人と接することが大好きなんで、来るなと言われるまで、私は絡んでいきますのでね、絡むと言っても因縁をつけるんじゃない、お友達としてね、また、うん、皆様のご縁をですね、大事にさせていただきたいと思いますので、一つ仲良くしてあげてはおかしいですね、してやってください、うん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お時間も来ましたしね、言いたいことは全部言ったよってことだったんで、はい、あとは皆さんからのお気持ち、はい、出資を待つだけでございます。すでに10万の方は一口来てるかなっていうところと、あと1万円もね、何口か来てるみたいなんで、あ、そうなんですね、はい、ちょっとどうなるか分かりませんけどもね、はい、出資するよって声は私の方にも届いてますので、はい、皆さんもぜひ釣られてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では浩二さん、お疲れ様でした。はい、塾長さん、ありがとうございました。で、参加していただいた皆さん、本当貴重なお時間ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、そうだそうだ、浩二さん、すいません、一旦閉めて終わろうかと思ったんですけども、はい、これをやってなかったんですよ。もしね、放送を見て今ね、聞いてみたいんですけどっていうのがあれば、 Q&A を1件でも2件でもちょっとご対応いただきたいと思うんですけども、はい、もしあればね、まあ、なければこれで終わっちゃうんですけど、とかないですかね。皆さんどうぞ手を挙げていただいて、それかチャットでも、突然だったんでないとは思いますけども、こういうパターンでやっちゃうと。はい、でもしあればね、すみません、急に閉めた後でちょっとずっこけちゃったんですけども、浩二さんの方にメールを送ってください。そうすると、メールをいただいたので動画で返信を多分一般公開ぐらいでしていただけると思いますので、そういう風にしましょうか。そうですね、はい、ご質問ある方は
康二川原0720@gmail.com はいですね、先ほどのメールが、はい、それか、康二中江、これ私の LINE ID になってますんで、どちらかから連絡いただけたらね、はい、ランチャイズ回答お願いします。ごめんなさい、フランチャイズ計画はありますかと来てますね。ね、フランチャイズ計画はあります。ありますけども、ちょっと先になりそうですよね。うん、そうですね。まあ、全然ね、経験とかがあればね、個人事業主を届け出を出されてですね、フランチャイズ料とかっていうのはないんですよ、このヘラクレスグループには。ですんで、こういうやり方ですっていうのと、チラシの作り方であったりとかですね、そういうふうなのはお教えいたしますんで、ヘラクレスグループを名乗ってですね、どんどん、やられたらいいかなっていうふうに思います。ただ勝手にね、ヘラクレスグループって名乗られてやられるとちょっと苦情が入った時に私が対応しますんで、私が把握してない方がそういう活動をされるとちょっと対応に困ってしまうんでね、うん、そうですね、はい、で、もしね、ちょっとそのこの何でもや便利屋っていうのに興味があればですね、一回連絡ください。従業員というか募集もね、してるのはしてますので、はい、ということでフランチャイズは、まあ、あるんですけども、フランチャイズ料を取ったりとかロイヤリティって形じゃなくて、まあ、そうですね、もしこのヘラクレスグループの事業にご興味がありましたら、どうですかね、小池さん、なんかこう、助手席に乗って同行みたいなのを何日かやることによって、ノウハウを勉強するっていう形で。そうですね。もちろん手弁当で、もう自分持ちで旅費も来てくださいね。まあ、そういうことになっちゃうと思うんですけども、まあ、毎日ね、これ、自由業みたいなもんなんで、必ずしも毎日仕事があるっていうわけじゃないんで、月給でこんだけお支払いしますよっていうことがお約束できないんで、遠方でしたら、うち泊まっていただくか、もしくはね、近くのビジネスホテル、自前にはなっちゃうとは思うんですけどもですね、その辺で、作業を同行していただいてですね、手伝っていただければ、料金の半分でも、お手当としてね、お渡しすることは可能なんで、はい、はい、じゃあ事業にご興味のある方は、今回の趣旨とはちょっと変わってくるんですけども、ちょっと同じような仕事をやりたいんだって方はね、それはそれでまた個別でご連絡いただければと思います。ちょっと今日は全部お話できませんので、はい、すいません。でも嬉しいですね、興味持っていただいてこの仕事に。そうですね、うん、全国に支店ができちゃうかも、まあ、そうなんですよね。今も久保塾長さんおっしゃってたように、フランチャイズになってるから、グループ内にいてるから、ロイヤリティを支払わなければいけないとか、そういうことは一切ございませんので、もう個人個人が事業主なんでね、うん、ヘラクレスグループ名乗っていただいて結構なんで、自分なりの責任で、で、ややこしい揉め事は私、ヘラクレスグループの相談役としてですね、解決に向けての行動は、責任を持たせていただきますので。はい。あと1件質問が来てるんで、高田さんから
高田さん、マイクオンにした方がいいのかな、はい、はい、どうぞ。どうも、お疲れ様です。こんばんは。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。本当に皆さんの話を。はい。それで、僕の職業柄のちょっと癖なのかもしれないんですけど、ちょっと気になってお聞きしたいんですけど、はい、僕はご存知の通り、転売を主にしてやってるんですけど、特に中古品転売をやってるんですけど、はい、その遺品整理屋を、というかその処分をするというかですね、はい、はい、そういうところに行って、おそらくそういった、なんていうかな、ものを多分こう持って帰るじゃないですか。はい、で、ああいったのを例えば転売とか、違う業者に持ってったとかって、そういうその、なんかその仕事自体を受け負ったそのロイヤリティとは別に、そういったところでもその収益が発生するものなのかなと思ってて、はい、そのものの売買を。あ、そうですね、うん、例えばですね、エアコンありますよね、うん、6畳用とか8畳用とか、うん、これ、撤去処分に、1台5000円頂戴するんですけども、うん、1台5000円撤去処分にね、あ、違う、ごめんなさい、2階の壁付けに室外機がついてる場合は、撤去が2500円で処分費が、5000円で、1階でもうすでに内機と外機、室外機とバラバラにしてある場合は無料で回収しますが、これ無料で回収して、うん、有料で捨てたんでは商売にならないですよね、うん、実は分解してで、プラスチックはプラスチックで、鉄は鉄、銅板は銅板で、これ売れるんですよ、うん、なるほど、それが利益になるんです、うん、なるほど、うん、はい、わかりました、はい、なるほど、あれですね、はい、廃品回収、遺品回収する中で、廃棄してくださいって言われたんだけども、あ、これちょっとお金になるんじゃないかなと思ったら、それはそれでなんか、うまいことやるみたいなところが、隠れた利益になるってことですかね。そうですね。うん、なんかね、骨董品とかが引き取れるといいですね。それを、ちょっと興味本位で聞くんですけど、それを一般公開じゃなくてもいいんで、はい、そういったものを例えば、うん、売って、はい、こういったものが手に入りましたみたいなのがあったら、また面白いなっていうのを思ったので、そうですね、また良ければね、そういったことも YouTube チャンネルでやっていただければ、はい、そうですね、高田さんの LINE つながってますんで、はい、こんなんありますけどいりますかみたいな形でね、それはそれでお互いの、ね、まだ、持ちしてます、商売につながるかと思いますんで、はいはい、その辺の情報はね、交換させていただきたいと思いますんで、分かりました、こんなんが手に入ったんやけど、どうですかみたいなのはね、随時、LINEの方でお知らせさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、はい、回答、ご質問ありがとうございます、それではね、完全に終わりでございます。ちょっと前後しちゃってすいませんけども、また新たなる質問が、この放送終わって浮かぶようでしたら、それから YouTube をご覧の皆様はライブで質問できませんので、そういう場合は、浩二さんの方にメールを打ってみてください。そして、出資の締め切りが一応ね、9月の末ということになってますけども、もしかしたら繰り上げて、9月の初旬ぐらいに集まりましたみたいなことになっちゃうかもしれません。それから、運転免許、教習所に通う費用ができた段階で、皆様にお断りを入れつつ、前倒しでもう通ってくださるということなんで、もうかなりね、前のめりにやってくださると思いますんで、これ事業の実現、成功、近いんじゃないかなと私は思っております。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、それではね、本当に終わりでございます。皆さん、本当お疲れ様でした。遅くまでお付き合いありがとうございます。小路さんもまた。ありがとうございます。また、後ほど連絡させていただきます。はい、それでは、失礼します、はい。お疲れ様でした。はい、皆さん。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼いたします。失礼します。